さん、こんにちは。ジャニーズの方々は本名で活動されているイメージがありませんか？実はジャニーズの中にも芸名で活動している方がいるようです。今回はそんな芸名で活動されているジャニーズの方を紹介します。関ジャニ∞の横山優さんは芸名で活躍されています。本名は横山公隆さんです。横山優さんが芸名で活動するようになったきっかけは、所属するジャニーズ事務所の社長である小ジャニー北川さん、本名は覚えづらいとジャニー北川さんが判断したため芸名を考えることになりました。日本人としては肌の色が白かったことから、ジャニー北川さんは横山優さんにハーフというイメージを抱いていたようで、芸名候補にはヘンリー横山もあったそうです。外国籍のイメージにこだわりがあったのか、ジョーも提案されたといいます。これにはジョーカルビを食べようとしていた時だったというオチもあるそうです。ケン、ゴー、ジュンなど先輩にあたる V6 のメンバーの名前まで候補に上がったというエピソードもありますが、最終的に豊かに決定しました。ジャニー北川さんが所属タレントをユウと呼んでいたのは有名ですが、横山優さんは例外で他のタレントと区別するためか横と呼んでいたそうです。横山優さんの公式プロフィール上の綴りはユウでなくユウです。2019年7月にジャニー北川さんが亡くなった際、横山優さんは横山優のユウはジャニーさんにつけてもらった名前とした上で、僕の一生の宝とコメントを発表しており、横山優という芸名に強い思い入れがあることがわかります。横山優という名前はフィットして親しまれている上に、本名の話題が出ると改めて注目されるというメリットもあります。覚えやすい名前でデビューさせようというジャニー北川さんの戦略は成功だったのではないでしょうか。2020年に同じジャニーズ事務所のスノーマンと同時に CD デビューしたストーンズのジェシーさんも芸名で活躍されています。デビューシングル「イミテーション・レイン」は発売からわずか3日でミリオンに達成し注目を集めました。そんなストーンズのメンバーであるジェシーさんはバラエティ番組などにも出演し、世間からの認知度が高いメンバーです。ジェシーさんはハーフのような見た目でビジュアルも整っていて、たくさんのファンから愛されています。ジェシーさんは幼い頃に通っていた空手道場で友人に誘われたことがきっかけでジャニーズ事務所に所属しました。ジェシーさんは当時10歳だったためジャニーズが何かわからなかったそうです。当時社長だったジャニー北川さんと会った時には特に面談などはありませんでした。ジェシーさんはわからないまま踊ることになり、その数週間後には「ザ少年クラブ」で NHK ホールの舞台に上がることになります。その後はジャニーズジュニアとして活動し、2015年にストーンズが結成されました。ストーンズが結成されて約5年後のジェシーさんが23歳の時に CD デビューを果たします。ジェシーさんの身長は 184cm と日本人男性の平均よりも高めです。ストーンズメンバーの中で一番身長が高いメンバーで、背の低い京本大我さんと比べると10センチメートル差があります。ジェシーさんは足も長く高身長を生かし、モデルなどでも活躍していました。そんなジェシーさんの本名はルイス・マサヤ・ジェシーです。現在の芸名はジェシーですが、以前はルイス・ジェシーで活動していました。ですがジャニー北川さんに芸名が長すぎると言われてしまい、ジェシーに改名しました。今ではすっかりジェシーという芸名が世間に親しまれています。ニュース日本バレーボールワールドカップ2003イメージソングで CD デビューを果たしたニュースの加藤シゲアキさんも芸名で活躍されています。加藤シゲアキさんは俳優としても活動し、ピンクとグレーで小説家デビューも果たしています。多彩な面を遺憾なく発揮している加藤シゲアキさんですが、実はデビュー当時本名の加藤シゲアキで活動していました。読み方は芸名と同じで加藤シゲアキです。シゲアキでシゲアキと読めずに戸惑う方も多く、読みやすく覚えやすい名前にするという理由から芸名を変更したそうです。姓をシゲと読ませることは
昔からありましたが、正確に読める人はなかなかいなかったようです。2011年11月22日に小説家デビューすることがジャニーズ事務所から発表されました。その翌日に改名の発表をしています。改名したことについて加藤シゲアキさんは、ニュースがこうなったタイミングで心機一転、読まれやすい名前にしたいなと。小説もたくさんの方に読んでいただきたいですし、自分で決めましたと明かしています。小説家として処女作ピンクとグレーを発表する日に合わせての改名だったそうです。加藤シゲアキさんは改名を発表する際、ファンクラブ宛に次のようなメールを送付しました。このタイミングでニュースとともに新しいスタートを切ろうと思って、カタカナ表記にすることでたくさんの方に親しんでいただけるように決断されたようです。圧倒的なダンスパフォーマンスで大人気のスノーマンのセンターを務めるラウールさん、平均身長が 177.3 の高身長揃いのグループのメンバーの中でも190と一番の長身です。本名は村上マミーとラウールであり、ジャニーズ事務所に入所する以前はマイとラウールの名前でダンスチームに所属し活躍していたそうです。マトはミドルネームです。ジャニーズ事務所に入所した2015年5月2日から2019年1月17日スノーマンに新規加入が発表された時までは本名の村上マイトラウールで活動されていました。その後2019年3月29日放送の音楽番組からラウールで出演し、公式サイトでは2019年4月から変更されたようです。改名の理由を公表してはいませんが、ラウールの名前になり世間からもとても親しみやすく覚えやすくなったことは確かです。同じスノーマンのリーダー岩本照さんは2006年10月1日にジャニーズ事務所に入所し、2012年5月よりスノーマンの初期メンバーとして活動しています。筋トレが趣味でジャニーズで一番の美筋肉とも言われており、アスリート並みの筋肉です。体脂肪 4% という体をしており、念願のサスケにも出演しました。そんな岩本照さんは実は子役俳優として活動されていた時期があり、その時は岩本照の名前で活動されていました。ジャニーズ入所後も当初は岩本照として活動していましたが、途中から本名である岩本照に改名しています。本名の岩本照という名前は、祖母の自分の存在で太陽みたいに人々を照らしてほしいという願いが込められているそうです。素敵な願いのこもったお名前の通りに大活躍をされています。1993年に近畿キッズとしてデビューした堂本剛さん、ジャニーズ事務所に入ったきっかけは姉のぞみさんと母親が内緒で履歴書を送ったからだそうです。最初は乗り気ではなかった堂本剛さんでしたが、その後に光源氏のコンサートに招待されジャニーズ入りを決意します。近畿キッズとしてリリースした CD が連続首位獲得のギネス記録となるなど、デビューから第一線で活躍している堂本剛さん、2005年にはソロプロジェクトがスタートし、ソロとしても活動しています。そんな堂本剛さんは本名の堂本剛で活動されていますが、子役で活動されていた時期があり、その頃は堂本直弘という芸名でした。堂本直弘という芸名はお姉さんの初恋の相手のお名前からつけたようです。本名の剛というお名前は堂本剛さんが生まれた時に安産だったものの、なぜか傷だらけだったそうで、お父様が強く育ちますようにという願いを込めて命名したそうです。ご両親の愛情が詰まったお名前で活躍されていてとても素敵です。ドラマやキャスターとしても活躍されている嵐の櫻井翔さん、現在は本名で活動されていますが、ジャニーズジュニア時代また嵐としてデビューしてから3年ほど櫻井翔として活動していました。その後2002年に櫻井から櫻井に変更しました。櫻井で活動していた理由について、櫻井翔さん自身がテレビ番組でジャニーズ事務所に送る履歴書を書いた時に
面倒だったので桜井と略字を書いてしまったと語っています。なので桜井への改名は画数などから運勢を変えるために改名するような理由ではなく、20歳を機に戸籍上の本来の表記である桜井に戻しただけのことでした。桜井翔さんがジャニーズ事務所に入所したのは13歳の時なので、中学生の男の子にはありがちなエピソードですが、キャスターとして活動したり知的なイメージが強い桜井翔さんなので少し意外に感じます。改名の理由は様々ですが、紹介したどの方のお名前も親しみやすく馴染み深い素敵なお名前です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。